奥さんいいねありがとう。今始めてみました。ちょっと結構時間があったもんで、昨日も一昨日も配信は休んじゃったので、ちょっと罪滅ぼしの黄色。こんばんは。違えちゃった。こんにちは。今日までお盆休みです。お、ならなんかいい休日の昼配信かもしれない。いいタイミングかもしれない。キヨニーハートありがとう。今日も今日出て激かわいい。キヨニーハートありがとう。たくさん本とアニメ見とるんやね。そう、見てます。アニメは結構面白くて。よしよし、トムキチさんハートありがとう。罪滅ぼし昼配信です。キヨニーハートありがとう。そう、24時間テレビの T シャツです。3着も持っているので、よし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 、逃げられちゃった。そうなんです。でも本あんまり読めてないかも。キヨニーハートありがとう。全部なんかやっぱスマホの上で、トンネル通ったよ。前通ってきた。こんにちは。大学4年生は何もすることがありません。え、大学4年生って何してるの？私は大学生って何するんですか？こんにちは。ランズさんペンライトありがとう。つのさんバラありがとう。ランズさんペンライトありがとう。スケモンさんバラありがとう。タッキュン結婚して、こんにちは。こんにちは皆さん。黄色似合う、嬉しい。人生方向音痴さんレインボースターありがとう。頭が良かったら大学4年生でもめっちゃ忙しい。あ、授業があるんだね。あ、噛まれてる。よし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 。こんにちは。こんにちは皆さん。いかがお過ごしですか？夏休みとかお盆休みだよね。夏休みってどんな感じですか皆さん。猫って、あ、ネズミです。ネズミです。こんにちは。親御さんの前で結婚しては緊張しそう。そうだよ、なかなかの猛者だよ。頑張る。猛者だね。エドモンドありがとう。線香花火いかがお過ごし。勇気かわいい、ありがとう。今日までお休み、お疲れ様。いつもお疲れ様。あ、ネズ、そう、工藤家の新人のネズです。あー、大学進学組は夏も忙しかった。そうだよね、高校生は。そうだよね、私はいつ高校
高校生の時、あ、そっか、私大学進学してないわ、大学進学生じゃないわでも夏休みも勉強してたような気がする。ちょっと飛龍さん、ハートありがとう、ありがとう。こんばんは皆さん、こんにちは、こんにちは。ごめんね、こんなところにおってイライラしとるネズミが。嘘です、ウサギです。こんにちは皆さん、こんにちは。ウサギさんの寝床をお借りして配信をしています。実家にね、そうブルーベリー咲いてる、今年は取れなかったそうなんですよ。ポポタン、すごい、キュウリでセンスを迎える精霊魔を作ったって、戦艦型に仕上げた、すごいんだけど、ぜひハッシュタグリコチメールでお願いします、見せてください誰がいるのかなポポタン来たの。ポポタンがね、あらゆるところにいます。ポポタンぶっちぎれてる、うん、そう、寝床を奪ったの縄張りを奪ってしまいました。なんか危険、楽しい、リフレッシュだよね、リフレッシュです、リフレッシュになりますポタンこんにちはって、ポタンこんにちは、いるよ、すぐそこにいる。ポポタンは話しがいですポタン話しがいです。こんにちは、ケビンコリーありがとう、アイスありがとう。私もお盆何するか分かってない、20歳。お盆はとりあえずなんか海に入っちゃダメだよみたいな。来週は24時間テレビ、イエス、楽しみ。チャリティーライブとか、あとロケとかも、え、ロケとかも行ったので、そう、捕まえようとしても逃げられちゃうよね。ロケとかも行ったし、行くので、8月は本当山口県の8月って感じ。 STU から話し飼いにされてますね私も話し飼いです、基本話し飼い。だから黄色い服なんだ、そう、熱血 T シャツ。もう日常と変わんない。じゃああれかな、お休みとか休まないタイプかな。盆休み終了、盆休み結構ね、結構あります、結構長い、うん、ポケモンの映画いいな。そわそわポポちゃんですウケる、友達、帰ってこなくなっちゃう。確かにね、家とかわかんないもんね、きっと。気をつけよう、ピョーンってどっか行かないように。ドキ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 、君の愛はみっつきゅんどきゅん、はしるしふふ、あ、来ました、後ろ通ろうとしてやめました。バチって なるの。今日のりこちカレー好きそうに見える、確かに、え、カレー食べたい気分だわ。ジャージ噛まれてる、ジャージ噛まれてます。
てる。エジプト、ミイラ、ポケモンカラー、リコ娘、兄ちゃんジャージ、ジャージの私のジャージ、今着てるのは私のジャージ。うん、何歳？3歳、青年です。もう赤ちゃんじゃありません、青年です。サラリーマンぐらい、結構もう熟年サラリーマンって感じ。リコちゃんポポタンにかじられたことあるの？ある、結構ある。工藤さんはカップ麺とか食べるの？食べる、大好きです。みんなのお昼ご飯は何ですか？9月生、それな、徳山で花だれ、あ、週の徳山か、あそこって花だれ公園あるよね。昇格への道以来ねえ、出れたらいいなと思ってる。それまでに目標をしっかり立てて、それを実現させていかなきゃ。おやきーさん、かわいい、ありがとう。うん、計画立てよ、計画を立て、目標を立て、その計画を立て、一個一個実現させていきましょう。カレー食べたいな、カレー食べたい、カレー食べたいな。パン5個とプリンと缶コーヒー、めっちゃいい。パン5個ってどんなパンなのかな。今のアモクロって何？担々麺茶色の中に私いたの見えた？白い丸いパン、意地悪。今のはエンターテイメントです。こんにちは皆さん、こんにちは、エンタメです。いいですね、28日いっぱいみんなと会えたらなと。まだ応募期間締め切ってないよね。今がチャンス、チャンチャチャンス、計画立てよ、アーモンドクロワッサン、それがお目当て。現職です。つつつつ、わっ、山猫坊主さんめっちゃ可愛い、ありがとう。できてる、できてる。こんばんピーヤ、手品するかと思った。ルル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 ルダン。うん、 IQ2 の人だったらすごい。お話し会よろしくお願いします。9月だね次は。でもあと8月20日に広島で直接会えるお話し会がある。パン、ドヤ顔が。ロクさんパチパチありがとう。すごい、え、すごくない？カピバラミキア君ありがとう、かわいい、ありがとう。え、すごい。おまくん昔から面白いの好きだった。クラスでは浮いてたよ、
知らんけどこんにちは。あ、ちょっと危ないね危ない危ない。え、これ持ちネタじゃん。私もうネタができましたね。クラコン行きですクラコン行きのネタができました。後でメモっとこう、忘れないようにメモっておこう。しょうもないよね。ジャスティスギリギリを攻める、ギリギリを攻めていくのもいいかもしれない。いいね、掛け声ジャスティスって言うわ汗汗しないで。クラコンで使おう。さすがに私もちゃんとモラルもありますし、空前絶後、超絶絶後、超絶絶後、パクパクいや、面白くなれるかな。 すごい突っ込まれそう。信じるものがジャスティス、いい歌。地獄の空気にならんといいが、本当この前のクラコンは地獄の空気だったので、ちょっとメンタル使いましたね。面白い。攻めすぎたら確かにクラコンでカットされちゃうよね。良すぎるとか、そんな、うまし勝てよ。ツイッターに水分補給をしてねって。なので私もしてる。私、え、面白いメンバーたくさんいますよ。先輩とか、ほのたんさんめっちゃ面白い。沖さん、マイカーのみんなはみんな面白い。こんにちは。攻める間、テロップ挑発的。本当？昼休みですか？いや、普通にちょっと下から聞いてみただけだけど、ちょっと上から聞こえちゃうかな。こんにちは。見切れてたのはこれ。フェイシャルマッサージ、こんにちは。嘘、嘘でしょ。綺麗になってますか？いっぱい寝てるからかなこんにちは。ルイボスティーじゃないけど、でもなんか紅茶入れました。なんか広島空港さんに行った時に中国電力さんからすごい美味しいクッキーのカンカンいただいて、で広島空港さんからはなんかアフタヌーンティーをいただいて、そのお茶がめちゃくちゃいい香りで、めちゃくちゃいい香りでお茶がすごい。あ、来た、うさぎ来た。よし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 、ウサギ登ってきそうだわ。なんだよカマチョなんだよめちゃくちゃお仕事中頑張って。どうやってみんな見てるんだろう。でもデスクだったら見れるかもしれないよね。デスク系だとならば、うん、見てこんにちは。りょうじいさん、ありがとう、ありがとうございます。めっちゃいい香りで、もうなんかミルクティーとかにして飲んだりしてます。よしよし、
健やかだ。仕事中にさあショールーム見れんのかね。もう確かにレッスン中に、レッスン中にまあショールームを見る。リモートワークの癒しみたいな。ありがとうございます。なってるかな。嬉しいです。どうなんだろう、在宅なら楽勝か。私の後ろにいてなんかスリルを楽しんでやるな、このウサギ。あ、バレなければいい。バレたらどうなるん。ね、あのお仕事をしてる方々ってなんか学校みたいにそんな結構厳しめのルールがあるんですか。学校だったらさ、やっぱスマホをさ持ち込んだらダメとかさ、授業中にスマホを見ちゃダメとかあるじゃん。授業中にスマホを見るみたいな感覚ですか、お仕事中も。お仕事中でしたら何か、デスクワークならいけるよね。だよね、なんかワンチャンいけそうじゃない。あ、事務系のお仕事してたら見れ、そうだよね、そうだよね、ギリ今日までお盆休み、だよね、調べたらポンって今日まで。フルリモート最高、最高、ニートだから見れるの。デスクが部屋のど真ん中に移動したから見れません。何それ、責任義務があるの。あ、モラル、隠れて見てるよ、無言で。こんばんは、こんにちは。でも可愛いな。へへへ。あ、そうなんだね、仕事でスマホとか使うのかな。あ、バレたらクビ。あ、仕事の一部のふり、確かに。あー、へっこっそり、あー聞くのね、無音ならデスク。なるほどね。あ、LINE、なるほど、使ってる感じでね。移動中なら、あ、なるほどね。あ、そっか、サラリーマンって営業で移動とかあるもんね。そっか。頑張ってる。みんなお仕事頑張ってる。なのに私の配信こんな時間にやりやがって。お仕事なのに。あー、音声、じゃあ語りかけます。語りかけます。なるほどね。あー、情報漏洩したら責任問題。確かに関係ないサイトにつないでね。え、そっか、よくないよね。うん、おやすみ。通常私使用のスマホは、そう、見れないんだ。お仕事って意外といろいろちゃんとルールがあって、みんなは結構ルールがあるんだ。なのにそれを割いてまでね、やってくれる優しい。そっか、コメント欄で何話してるか探る。ああ、なるほどね。確かにそうだよね、無音だったら。じゃあみんなぜひコメント欄でみんなにヒントを与えてあげてください。部長課長クラス、みんな、部長とか課長って結構いいんだよね。あのクレヨンしんちゃんのお父さんって部長だもんね。あれ課長だっけ。いいな、課長になりたい私も。あ、怒られるんだ。よかった、お盆休みだから普通に見られるって。仕事中の芝居、 GG ありがとう。あーね、お手洗い行ったりするんだ。こんにちは。鼓膜を破らないように。仕事中に配信見るスリル味わってるの。リコちゃん今カレー粉で T シャツを染めた話をしています。ちょっと嘘つくんじゃない、この T シャツ染めてない、染めてない。やばい、みんなになんか変な情報を植え付けられちゃう。鶴山さん、ハートありがとう。あ、ご飯お疲れ様です。なるほどね、会社なんてちょろいよって。社長になっていいかな。社長いいな。平社員、平社員、私も平社員だ。すごい、スマホは箱に預けるルールね。すごいわ。うさぴょ
ありがとうタコ、ありがとう。勤務中にスリル、綺麗に染まったねみんな違う、これはカレー粉で染めてない猫坊やさん、かわいい、ありがとうどのカレー粉が押しやすい、染まりやすいか教えてください染めてない、違うよ。やばい、無音の人が、ってリコチカレー粉で T シャツ染めたんだ、僕もしてみようってなっちゃうよ。ギルギルバットとか、そっか、ショールームでイベントとかもしたい。そうなんだ、カレー粉で染めたんです、信じないでギル、そんなそんな豪快にカレーうどん食べて、こんなこんな染めるなんて違うからね。これはあのそうですね、しっかりとマスタードでもう薄いんよ、カレー粉の後にマスタードとか薄すぎる。ハルルンさん、線香花火ありがとう。リコチのシャツカレー粉、カレー色って一蘭の切り抜き動画でリコチを知った、それはちょっと危ない。え、あれだよね、だって一蘭の切り抜き、あ、いた、一蘭の切り抜き動画って、なんかトイレに鍵を閉め忘れてサラリーマンさんとばったり遭遇してしまったっていう話だよね。カレーかぶったんだよねやばい、そんなご情報が、ネットリテラシー、ダラムマサラああ、かやむし売ってこない、確かにそういうさ、あの新手の虫よけだよね、きっと。カレー粉で染める手法は何染めって言うんですかそんな染めなくてもみんなからプレゼントもらえるよ白 T に飽きたからみたいな、カレー染めです。あー、オロナミン C でよく煮込んだらこんな色にもう、あ、千と千尋、確かにめっちゃ言ってた、カレーパンマンだ。いや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 、これは私の白い T シャツですよ、あ、白い T シャツじゃない、私のこれはあのお世話になってる24時間テレビの T シャツですよ。皆さんぜひ黄色を着てあげてください。ぜひぜひ、お母さんに怒られるカレーターメリック、あ、ターメリック、そう、ターメリックで結構あのチャリティーだってなんで生誕ティーはカレーの香りですか。カレー色にしようかなカレーは地球を救う黄色似合う、嬉しい、ありがとうございます。カレー、じゃあもうみんな夜ご飯はカレーを食べてください。そしてリコチメールでぜひ報告してください。甘口ですか。私甘口派です。ターメリックでチェリティでもなんか SDGs だよね、なんか破棄されちゃうようなターメリックで T シャツを染めてみたいな。うちの子が当日着るの取ってある、いただけるのかな、わかんないけど、プリッツさん、リンモスターありがとう。ウーバーするね。そう、黄色い T シャツいいよね。でも一応一着はまだ新品の状態で、あの、ちゃんとあります。ガシガシガードレールの色、そうだよ、黄色だよ。イコルさん、ハートありがとう。じゃあガードレールに干さないとね、山口キャンド。うちのウーさん、カレーティーは3月か、そうだね3月に出されるね、待っててください。そんな急に目を合わされても、あっ、もんじゃないけど、もんだったらマジで、あもうね、よくないよ、本当に良かった。でも無音で見てる人は話してるんだろう、リコチ、ああカレーで染めたのかってなるよねしてる予定のウコン、分からんけど
結構考えられてるよこの T シャツも、うん、私のカレーで染めた T シャツ。アンドーナツさん、レインボースターありがとう。え、でもこの前ファンの方から聞いたんですけど、生誕 T シャツってあのなんか生誕 T ってそのリコチファンの制服みたいなもんだから、もう一年中現場では着るもんだよって言われたから、あ、そうなの、私も着なきゃかなって思って、なのでもっと現場使いしやすいやつをあの作りたいなと思います。今年、来年か、来年のお誕生日は。リコチは今我々には見ない誰かと会話しようと思うんだけど、なんか急に怖い話に。鬼コーチは結構今あのソファーの上に登ったりして筋トレトレーニングされています。あ、現場以外でも着られていますか皆さん。カレー色、え、でも黄色で作りたいですね次は。私水色が好きな色だったんですけど、この配信見てるだけだととても清楚でおしとやかな少女に見える。元気そうです。今ここのリンパを流してます。私はパジャマになってますか。誰か取り付いてきたかも。でもうち座敷わらしがあんまり見かけないな最近、だから座敷わらし最近見かけないからね、ぜひともなんか守ってくれる霊はいっぱいおってほしいな。いつもおしとやかです。パッと見は清楚な美少女、思いのほか美少女、なんかディスり違う。清楚な爆音で鼓膜を壊してくる女娘。リコちゃんは綺麗な女の子だよって。じゃあカレー色でいこう。カレー色、うん、切る。上司にバレないようにこっそり見てください。本当に気をつけてください皆さんね。ポポちゃん、じゃがいもが食べたい。確かにお見送りでかまってもらいやすいからね。かまちょうたく。確かに生誕って生きてると、あ、その人のファンの人なんだわかるね。ゆすべさんお疲れありがとう。そしてこうやってあのわーってできる。 T シャツかわいい。あ、そうなんだ、 T シャツ生誕って率低いんだ。あ、そうなんだ。でも確かにどうなんだろう、そうなの。じゃがいも食べたい。こっそり、そんなに怒られちゃうんだ。取られちゃうんですか修羅場。確かに一枚にはね決められないもんね。ぬりぬり。でも私のファンの人は結構来てくれてるようなイメージです。私のファンの人は結構来てるような気がする、私の T シャツ。今日はね、やっぱまだお昼なので、まだ起きて数時間しか経ってないので、まだ本領は発揮できてないですね。そう。装備を固めすぎるとお見送りで問題が起きる人。何それ。装備？ムンちゃんハートありがとう。忠誠心高いですよ私のファンの方。え、結構ね一途な人が多いよ、結構ここにいる人も一途なんじゃないでしょうか。ソシンさんハートありがとう。そう、23時過ぎてから私の本領なんで。でも今日は私は22時までにお布団に入るのを目標にしてます。ポポちゃん
シェが姿も可愛い。ありがとう。優しいな。本領発揮ってぶりっ子。昨日は何時に寝たの？でも1時ぐらいにはね、もうお布団入ってた。結構早くね、寝れたよ。ねえ、あ、犬？布団配信ですか？かわいい。映らんか。確かに見せたいけど、それ以外のものが映ったらちょっと良くないので、かわいい。ジャージ奪われた。名字みたいな、ポポタンちゃん、座敷わらし。座敷わらしだから映せないんですね。あれで、メールには登場するのに、メールを取ってる方限定ですじゃん。え、運勢なの？お羊座一緒？一緒？一緒？しいたけ占いしなきゃね。ん？予算結婚して、結婚とは、結婚？結婚？私今口の周りにすごい毛がついてます。ウサギの毛めっちゃつくんです。結婚か。本気でなんか考えるやつ。世紀末の人間さん、レインボースターありがとう。お仕事頑張れ。私ももうちょっとで。でもまだあと10分20分かな。モテモテ。もちもち。入籍。入籍か。結婚。血の跡ってことですか。求婚。求婚。チューリップ。あーにゃあーにゃあーにゃ。私 TikTok を見ないからさ。 For You さんハートありがとう。全然最近の流行りについていけなくて、最近はなんか悪魔のキスみたいな、なんかあの TikTok 撮ろう駆動みたいな話になって、 TikTok じゃ何ですか最近してるのは。大人の俺が言っちゃいけないのはけど、説教するってぶっちゃけ快楽みたいな歌は知り始めて最近。それ以外分かんなくて。しんいちさんハートありがとう。結婚。それであんまり TikTok 見ないから、なんか天使のキスっていうのがあるよって言われて撮ろうとしたんですけど、全然分かんない。撮ろう駆動。インでも結局取れなくて、時間がなくて、なんかキスみたいな、天使のキスみたいなして、でもなんか私全然天使のキスじゃないし、どっちかといったらみたいな、割の子の方が天使のキスじゃないですかって、うーん確かになって。その
の TikTok をねいつもお世話してくださる方がいるんだけど、あー確かになーとか言って、それで、でも天使のキスはお前しかおらん謎のことを言われました。面白かった。なので今度また TikTok 撮るよってなったら楽しみにしててください。切る。新一さんだるまありがとう。工藤新一派か服部平次派か。アガセ博士かいね。業務上の会話です。人質の天使のキスなんとリコチです。ランズさんかわいい、ありがとう。キャッキャッキャッ、あそこにいる、天使のキス、天使のキス顔になれるように頑張ります。人生終わってもいいです。急になんか大丈夫ですか急になんか大丈夫ですかって、面白い。人生終わらないで。わかんない。でも TikTok ってさ、私一回入れたことがあるんだよ。あのあれは魔のアプリですよ。だって一度見始めたら止まらない、かつ時間がすぐ過ぎる。私は堕天使リハネの、あれは魔の悪魔よ。魔のアプリよ。すごいもん。あれ一度見たら深夜2時とかになってるから、これはダメだと思って閉じちゃった。私はもうね、よくない。ヤさんレインボースターありがとう。そう、一回見たんですよ。ちょっと私マッサージしよう。ポポちゃんが今そこにいます。落ち着いた？落ち着いてないね。落ち着いたか。魔のアプリ？嘘。ローラー使わないの。持って帰るの忘れちゃったの。あ、すごい。よくわかってる人がいる。蜂蜜はそう、イギリスの蜂蜜なんです。なんかロンドンかどっか。父が言ったそうで、めちゃくちゃ美味しくて、あんまり大量に使えないぐらい美味しい。もったいなくて、でもめちゃくちゃ蜂がいっぱい頭の中にいる感じになるよね。なんか語彙力ねえな。うん、なんかお花の蜜わけじゃないですよ。お仕事なわけじゃない。味も違うのって。うん。濃いよね。そう、インスタもしてないんですよ。ちょっと頭の中に蜂はちょっと良くない、なんか例えだったの。なんか語彙力のなさか。そう。え、すごい。洋蜂。養蜂、養い蜂。そう、すごいさ、蜂がたくさん頑張った味がするの。花の蜜をね、養蜂って呼ぶんだ。蜂なんだ。蜂蜂蜂養蜂ちゃうで、養蜂か。うん、その花の蜜がね感じられて美味しかった。ダジャレじゃんって。うんうん。
カナダの蜂蜜いいね。カナダの蜂蜜はどんななんだろう。カナダはメープルシロップの印象しかないからどんな感じなんだ。何の花の道なの？ん？花の道？何の花の道なの？わかんない。何の花の蜜かな。そう、味とかわかる気がする。ミツバチは一番初め、一番集める蜜は何の花の蜜でしょうか。ん？あ、ママ。なんでさ、ママがレンゲって。ママがすぐ答えてしまいました。レンゲなんだ。私は見当もつかないと思ってたの。レンゲ。私より先レンゲってボソッと言われてしまった。クイズを置いた。レンゲなんだ。早押しボタンだったよ。うん、レンゲ。あの私のあれよりも、あの問題文を途中でピンポンってして、レンゲ、あ、だからさ、レンゲっていうさ、なんかあれだよね、蜂蜜のなんかブランドみたいなさあるよね。あのレンゲのお花って、レンゲか。あと偽アカシア。うちは栗の花。え、栗の味がしそうだな。偽アカシアってなんだろう。娘はカレー、母はチア。なぜチア？ママ優勝。早押しボタンだね。今何？宝塚大劇場へのルート。ハルルンさん、いいね、ありがとう。でも、あ、レンゲの蜜吸ってたんだ。吸ってる。昔なんか花の蜜吸ったりして、私遊んでたな、学校帰り。おいしい。そうなんだ、レンゲか。あとでどんなお花のか調べよう。りょたくん結婚して、みってラーメンのスープすすってるの、ハチさんが。ハチはラーメンのスープすすんの。ちょっと違って、蜜吸うのはサルビア。え、ツツジ、私ツツジすすってます。ん、うどんすすってる。仕事もうじが頑張って、じゃあその後は考えとくね。結構今の誓いに来るたち、え、それレンゲ、え、あれツツジってレンゲ一緒は、じゃあ私ミツバチさんだったのかな。アメンボ赤いのあゆえを、マキちゃんかわいい、かきくけこ、リコちゃんかわいい、ラリルレロ、あ、ラーメンのスープするスプーンみたいなつれんげ。渾身のギャグをさ、それ信じ、なんかさ、わからずさ、なんか返しちゃった。私ちょっと罪悪。ミツバチだ、私だから黄色使ってるんだ。レンゲはさ、え、虫集まってくるんだ、知らない。そうなんだ、私このまま出たらちょっとより虫が集まりかもしれませんね。私は DD はゆえを。滑るの怖い、ごめんなさい、ごめんなさい。
この間のマイカー公演のチャイナフークマさんヘアかわいしました。嬉しい。じゃあ私またするね。私をあの髪型、あの髪型誰だって、やるときはやるよ。次の髪型も考え中です。ペンギンをチャーハン食べるときも使うよ。そうだね、悪い虫がつきませんように。見に行きます。来てほしい。次はいつかの、でもあの山口県で花だれ公園あるから、それは出られたらいいな。うまい。虫がつきますように。そうだね、じゃあ黄色を着て、いい虫がつくよ、いい運がつくよ。え、いい言葉じゃん。いい言葉だね。すいません、カブトムシのやつ飲んでる。カブトムシのやつなんで。リコちゃん虫ポケモン好きですか。え、可愛いよね。私結構好きだった、あの白帯の森とか結構好きなので、あの虫ポケモンとか草ポケモンが出てくる森って結構いい雰囲気のとこばっかりじゃないですか。だから結構好きだな。あの迷いの森なんかさあったよね。セレビーが出てくるところとか、あとはブラフォアであのなんちゃらブリッジ渡る前のあの森とかめっちゃいっぱい好きだったな。またやりたいなね、メンバーに。でも結構スケジュールのね。そうなんです。今回はそう、カーブ&ボーシー、タン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 、少し背の高いゲノセクト。あー、そっか、そう、ジブリ朗読。あいつ、今週の金曜日木曜日まだ決まってないけど必ずします。超楽しみ。あ、来た、おいで、おいで。千里の道バルス。ラピュタはどうだろう。でも私ムスカ大佐できそう。座敷わらしできないかな。次は右耳だ。おかしなムスカ大佐だね。かわいいカシューナッツみたいなウサギ。時間だ。3分待ってやる。時間だ。答えを聞く。バルス。そっち。カレーか。メガじゃなくカレーか。そこにいるのね。かわいい、え、かわいい、え、かわいい、かわいいね。かわいすぎてちょっと今びっくりしとった。え、なんかかわいすぎてちょっとびっくりしちゃった。ひーだー。頑張ろうな。
頑張ろう。じゃちょっと頑張ってセリフとかちょっと頑張っておきます。ポポタン起きてるよ。そわそわしちゃって。じゃあそろそろ壇上の方を呼び出そうか。1時間になったし。また夕方配信したらできたらします。しなかったらお察しください。でも多分する。スクショ。ありがとうございます。労働へ、皆さん労働へ戻りましょう。ありがとう、労働の時間を割いて私のところに来てくれて、ありがとう。じゃあね、39位から。悪事王さん、加藤さん、くにちゃん、ダンケうどんさん、あきぴさん、貝柱さん、ポムさん、ジェットブラックさん、エドモンドさん、ぬらさん、ひまわり29さん、りょうじいさん、ほやっきーさん、うさぴょんさん、ろくさん、たかゆうさん、ちゅうちゅうさん、渡辺さん、すーさん、たかさん、D さん、ちゅぬらごさん、ひできんがーさん、おへそさん、ばぼすさん、まいこるさん、ほたてちゃん、くぼずんさん、ぶんちゃん、たらんぼさん、こうじさん、きよにん、やさん、そして本日の秋元先生役は、はるる先生です。ありがとうございます。つのさん、ケビンコリー、ありがとうございました。そして本日のメレンチェーン。第3位は、人生方向おじさんでした。ありがとう。第2位は世紀末の人間さんでした。ありがとう。あ、幸せ、ありがとうだよそして第1位は山猫ポーズさんでした。ありがとうだよ。みんなありがとうだよ。ありがとうだよ。頑張りましょう。ショールームを見てくれて本当にありがとうございました。また配信したらお待ちしております。ありがとうだよ。またね、健やかに、健やかに、ごゆっくりねありがとう、ありがとうだよ。で、じゃあまたね。おねむなの、おねむだよ。ポポタンも健やかにだよ、健やかにだよ。ぴょんぴょんしてバイバーイ。ポポタン、違う、ちょっとなんでポポタンって。おやすみだよ。あ、ケビンコリー、ファイト、ありがとう。ファイト。バイバーイ。わ、すごい。どんどん。バイバイ、みんな。じゃあね。おやすみなさい。座敷わらしも、健やかに。バイバーイ。健やかにだよ。カレー染めT シャツ。バイバーイ。